よく会う皆さんの性格を篠田さんに伺いました、はい、こちらにまとめてあります。まず前田敦子さんは自由な人。自由な人です。なんか一緒に遊んでても自分のことをしちゃうような、同じことをしないというか自分を持っていて、それでいて、なんだろうな、一緒に例えばこう鍋してる時でもいきなり台本を読み出したりとか、ハテナマークのところ多いんですけど、でもそれぐらい、なんだろう、自分がやりたいことをやるっていうか、ある意味すごいなっていう、芸能人向きだなって思いますね。逆に気を使わなくて済みますわ。そっちはそっちでなんか自由にやっといてみたいなね。そういう感じです。そして高橋みなみさんは中身は女ってどうですか？はい、ちょっと中身も見た目男性って言われることが多いんですけど。そうなんですよ。チャキチャキしてる。そうですね、リーダーっぽいし、でなんかメンバーにこうヒゲが生えてるとか言っていじられることが多いんですよね。キャラ的に確かにちょっとね、はい、いじられてるんですけど、中身は結構女の子で、服装とかも割とブリブリなリボンとか、レースとかフリフリなものが好きだったりします。へー、そして板野さんはギャル。はい、これは見た目ですね。見た目がギャル。そう、確かにギャル。わかりますね。でも中身は割と挨拶もしっかりするし、なんだろうな、礼儀正しい方ですね。はい。そして、ミュージさんは小心者。そう、バラエティとかで結構グイグイ出るんですけど、後であれ言い過ぎたかなとか、あの方なんか大丈夫だったかなとか、いちいちこう気にするところがすごい可愛いなっていうか、やっぱ些細なことでも気にしないっていうよりも、すごいなんだろう、ネガティブなんですけど、なんか人に対する思いやりっていうのがすごい強い子だなと思います。なるほどね。そして高橋さんは悩み多き乙女。はい、春菜ちゃんとよくお買い物に行くんですけど、すごい悩むんですよ。まあ、女性のなんかよく悩む、私悩まないんですけど、すごい悩みすぎて途中ではぐれますね。はぐれ？お店にいるんですけど、すごい悩んでるからもう置いてっちゃうんですよ。そしたらお互いどこにいるか分かんなくなって、後で合流みたいな、一緒にいる意味がないっていう。はぐれるんじゃなくて置いてくわけですよね。そうですね。篠田さんはもう全く悩まない。私悩むなら多分欲しくないんだなって思っちゃうタイプなんですよ。なんか多分欲しいものってその場で欲しいって思うじゃないですか、はい、で悩むぐらいだったら多分欲しくないんだろうなっていうか、いらないものなんだなと思って買わないです、うん。